今回は大人のねるねるねるねプレミアムな味わい明石の2種の本格ぶどう味、こちらを使って今年最後やりたかったことをちょっとやってみたいと思います。それでは始めます。クラシエチーク菓子、水だけでできる難しさに、最初にトレイを1箇所切ります。1番の粉をトレイに入れて、お水を1杯入れてよーくかき混ぜます。続いて2番の粉、上からかけてよーくかき混ぜていきます。で、これでねるねる完成。で、今回やりたかったことはこちら、グミを買ってきました。これをディップして食べていきたいと思います。コロロ、フィットチーネグミ、ピュレグミ、マラッシュ、果汁グミブドウ、果汁グミマスカット、ペタグーグミ、ピュアラルグミ。爪楊枝を用意してねるねるをディップしていきます。最初にコロロ、続いてフィットチーネグミ、ピュレグミ、マラッシュ、果汁グミのブドウ、続いてマスカット、こちらは白い方で、続いてペタグーをディップ、最後にピュアラルグミで、この中でねるねるに合ったと思うのはピュアラルグミでした。ピュアラルグミのふわっとしてる感じとねるねるの美味しさが合わさってとっても良かったです。ということで、今回は大人のねるねるねるねプレミアムな味わい明石の2種の本格ぶどう味、2022年のうちにやりたかったことをやってみました。ねるねるにディップして美味しいもの、今後も探していきたいと思います。気になった方はお試しください。